はい。え、こっちはきっと少人数でも守れるはずや。街だけは入りたくないけど。おお。おお。誰かでも登っとかんとあれやな、最後の。あるある、段箱がある。これを押したらやろ。自分で押すんやろ。我慢できなかったみたいな。これでもこの隙間嫌やな。あ、怖い、揺れてる、すっごい。めっちゃ揺れてる。本当だ、めっちゃ揺れてる。酔うで。すぐには。行ってんやと思うねんけどな。いや最初から行ってるし、あれなんちゃうの。知らんけど。だいぶこっちまで行っとるんですね、森。あ、そうなんですか。トロロ君向こう、ぐーっと向こうに来た。あ、広いですよ、こっち側。こっち行ったことないな。ちょっと銃を置いてみんなに見に行きますか。銃、なんで銃を置いていくんですか。あいつら絶対ってないけど何してたのか。撃っちゃいかんよってこと。結果者でよ。まあ時間無制限の無限復活やからね、必ず取ら無制限やったで、確かさっき。
のこの間の時で守ってた時でも結局上にいてて結局打ち込まれてもう長男で死んだやろ俺外にいててよかったな思うと思う。でも銃声がせえへんもん。もうむしろ黄色チームはもうこっち捨ててこっちからしか来てへんのかもしれへんな。え？森？あ、来た来た来た。でも そろそろそっちも来そうやな。いた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 。正面。
当てます。フラッグを取るところを、お疲れ様です。ありがとうございます。よいしょ。モンキー味方だった。上で待っててもあの隙間から見えるしめっちゃ嫌やったわ。隙間から撃とうかな思ったけどこれええんかなとか思って。雪が止んだから弾道が見えるようだった。じゃあずっと3階にいたってこと？3階ずっと見ました僕は。いや途中からもうあんまり顔出さんと座ってました。顔出してるとそのうちやられるんで。最初と目合いましたよね。向こうで、ね、そうかもしれん。で普通に行ってあやべえ。さあyou